名前の由来は、ギリシア神話に登場する怪獣、ケルベロス。ピーター・ウィラーが、社長に就任してから三車種目となるモデル。プロトタイプは1994年のブレミンガムモーター賞にて発表され、1997年から発売が開始された。他の TVR モデル同様、交換を使用した、チューブラーフレーム FRP ボディを採用。 ボディタイプはハードトップ。グリフィスやキミラより、ホイールベースを 280mm ほど延長し、2プラス2シーターとしている。サスペンションは、前後ともにダブルウィッシュボーン式。ドアの開閉には、ミラー下部の白いスイッチを押すという、個性的なギミックが仕組まれている。エンジンは、初の自社製エンジンである V 型8気筒載 HC、AGP8 を搭載する。 発売当初の1997年は4.2リットルモデルのみだったが、同年内に4.5リットルモデルが追加。また、1999年には4.0リットル直列、6気筒 DOHC エンジン、スピード6を搭載するモデルが追加された。いずれも、駆動方式は FR で、トランスミッションは LSD 付きの5速 MT のみである。 大排気量の高出力エンジンと 1100kg という軽量なボディによって操縦難易度は極めて高いものとなっている。ABS やエアバッグ等の安全装備は一切搭載していない。インテリアインテリアにはレザーを使用。曲線を用いたデザイン、ステアリングコラムの下にある燃料残量計と時計、エアコン吹き出し口が設けられたインパネなど個性的なデザインを有している。 サーブラウに搭載されるスピード6エンジンありがとうございます。